のも吉本芸人、コターティン・ホフマンとネズミ先生です。の一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて本日はですね、6月に起こる大天気というテーマでリーディングを行っていきます。どんなね、大天気が起こるのかカードに聞いてみてアドバイス、いろんなことをね、余談とかも交えながらね、お伝えしていくので、ぜひよ、 最後までお付き合いください。カードは左から1、2、3番です。好きだね、絵柄とか数字とか直感などでカードをお選びください。また一つに絞りきれない方はですね、二つ、三つと見ていただいて気になったメッセージを受け取りください。タイムスタンプは概要欄に貼っておきます。さあ、もう今月はですね、僕5月入ってから毎日撮影してましてね、で、撮影したものを パズルのようにね、この曜日に公開しようかって当てはめていってるんですけど、だからね、あの結構タイムラグがあったりするんですけどね、喋ってることがあの雑談とかでね、ここで喋るところがちょっと前後するかもしれないんですけど、本当ね、皆さんからいろんなメンバーシップに関するコメントであるとかね、お悩みのコメントをたくさんいただいております。ありがとうございます。それをね、元にメンバーシップやるかやらないかをね、決めていく。 まますし、まあ、だから夏頃ね夏頃には再開したいと考えてます。文章でもいう占い。やっぱあれは、かなり、あの、見ていただいてる数が多い。本当それが好きだって方がめちゃめちゃ多いので、これやこれはやらなければと思ってますのでね。必ずやるのでね。はい。ご安心くださいということで。であとね、お悩みもね、ちょいちょいいただいてるんで、まあ、それもね、あの、 回答するっていうのを、えー、雑談のコーナーからね、やっていこうかな。ライブ配信もいいですけど、全然やってもね、ちょっと、そういうのも検討してるんで、はい。またね、いろいろその、ご意見あったらね、コメント欄に書いてください。お悩みとかもね、書いてみてください。はい。では、左のですね、1番ですね。このラバーズっていうカード選ばれた方のリーディングに入っていきましょう。 ではでは、説明していきましょう。もう、毎度同じですね。紫のカードで、ラストでね、一枚アドバイスをポンと出して、締めていってですね。右手のカードで、6月に起きるかもしれない大天気、左手のカードで、現状全部整地に直して出していくというね、やり方です。一枚目、カップの10番、いいじゃないですか。ピース、いいですね。現状いいね。なんかいろいろ。ホーム、うんうん、なるほど。 さあ、こちら4枚のカードから、まあ、6月のテーマとかね、6月の、というか、これを今ご覧になっている時の現状のね、こととか、テーマになることとか、現状に関するね、いろんなメッセージ、僕の予断とかも含めて、必要なことが、僕の口からね、出てくると思いますので、えー、参考になさってみてください。よろしくお願いします。まあ、そもそも最初に選んだカードがね、ラバーズっていうね、大アルカなのね、 まあこれ好きなカード、好きな人多いんじゃないですかね。うん。恋人のカードですよね。うん。まあライオンとね、まあ美女がこう寝ているってカードになってるんですけど、まあ同じような、このね、グッドタロットの同じような構図というかね、出演者で、力を、力のカードもね、同じ出演者やなぁとか思いながら。 男女が愛しちゃってるんじゃないんだなぁと思ったんですけどね。うん。現状。現状のあなた。あ、でもね、これラバーでね、カップってその心を表す種類のカードの10番でしょ。数字が一番大きいというか、うん。それが出てるんで、やっぱり心と向き合うとか、愛情面であるとか、本当恋愛結婚、うん、のこととかが、 結構テーマにななっっててくる人が現状多いのかなって感じたんですよね、うん、でもねあのー、これはちょっと動いてるように見えるけど動きは少ないですよね。うん、静かに向き合ってるって感じがしましたね内なる問いに、うん。自分の今抱えてる問題課題問い。 うん、これってどういうことだろうっていう問いがね、なんかある感じがします、あなたね。こ恋愛面とか愛情面に関して、うん。愛について悩んでらっしゃる方が、これ一番選ばれてんのかなって感じがいたしましたね。でもなんかね、卵も孵化してないし、扉も開いてないんですよね。で、起きてもない。うん。なんかそこら辺がね、なんか動いてない。なんやろうな。展開がない。から、何かをあなたが気づかないといけないですよ、それ。 うん、それを動かすためには。そう、そこがだから課題になってるって言われてる感じがしますね。そこを気づくとか、学ぶとか、許すとか受け入れる。なんかそのあなたの中に課題があるんですよ。そこが解決しない限り動かない感じがしますね。うん。そうそう。あなたはこうなりたいっていう思いがもしあったら。うん。 そこを開けるためどんどん向き合ってる最中。何を向き合ってらっしゃるんだろうな。キーワードがめっちゃ少ないな。でもたくさんあるって出てるんですよね。うん。心の中にいっぱいこの、なんか、乗り越えるというか、クリアせなあかん課題がいっぱいありそう。うん。これちょっと、ね、今回何回やから、追加でカード引きますね。このタロットで引こうかな、今日は。 ちょっとで、ね、それ以上は全然見えない今回はなぜか珍しく現状であの追加カード引くっていうことをやってみます、うん、なんかみんな寝てるここも小さいで4000寝てるんですよね何やこれ全然起きないねとてもね動かない状況で悩んでませんかねなんでこんな出来事起きんね動かへんねやろうっていうことでどうしたらいいか分からへんってことで 暗中も咲くというか八方塞がりというかそういう方が選んでるのかな一番、うん、さあなんかちょっと分からへんからはっきりとメッセージくださいタロットカードさんということでまたタロあのカップが来たらカップの3番何のこっちゃこれってことなんでバンバン今日は引いてやろうさら <laughs> にカード引くっていう 僕ねあんまカード引かへんとこあるかもしんないんですけど長くなるからただでさえ長くなるのに <laughs> うん長くなりすぎたらなあと思ってシンプルに収めたいっていうのがあってね悪、うん、もんでい,い,いくよ僕はってやる感じなんですけど今日は引きますと分からへんから <laughs> 何が言いたいのか全く分からないカードたちが結構だからあなたの心の中今複雑であったり自分でもはっきりしてなかったりとか 答えが出てないとか、目的、目標がはっきりしてないとか、なんか課題すらもはっきりわからないことがわからないみたいな。うん。そういうことなってんのかな。だから見えへんって感じもするんですけど。あ、なんか絵のきた。見るかな、まあまたパオンパオンカードはなんか僕引きがいい僕がよく引きますね、これ。こんだけシャッフルしようでね。もう一枚引きます。やっぱりね、このね、えっとね、ビズナモラクルってカードのデッキからやったやつは、なんかいいカード出ますね、明るい。 カードはなんとなく見えてきたな。なんとなく見えてきたとやっぱ心やね。あなた心と向き合ってますね、今ね。内なる自分との対話。でも内なる自分はなんか寝てるというかね。対話する気をない。でも頭のあなたは対話しようとしてノックしてるんだけど、全然起きてくれないみたいな。うん、いや、それ、ちゃんと対話して、あの解決しないと、だから引き,引きこもりの子をなんかちゃんと外に出してあげたいのに。 うん話すらしてくれへんから何もできへんやんって。心開いてよみたいな。うん、何であなたは引き,引きこもったの教えてっていうことなんかそう,そういう感じに見えるんですよね。絵、うん、の具とコミットメント、約束。うん。なるほど。うん やっぱ手と手を取り合ってる。やっぱ内なるあなたと外側のあ,たあなたが手を取り合うっていうことが大切。だからね、自分のね、分かりました、大体。あのね、自分自身の本音に蓋をして生きてる方が、すごく一番を選んだ人の中に多いって感じがしました。うん、そこやね。だから起きてないんですよ。どうせあなたって聞いてくれへんやろうって、内なる声を発してもあ、メッセージ出しても、サイン出しても。 どうせ聞いてくれへんや。大人の頭の理性でもってね。いや、それは常識外やから、私はそんな好きじゃないからとかなんかね。うん、世間体がとか、親がとかね。だからそうやって合理性がとかってね。心の声を、ある種無視してきたというか、ないがしろにしてきたことないです、うん。聞かずに今まで来た部分ないです。全部じゃなかったとしても。うんそこですねてる感じがします。うちなるあなたが。すねてる。 どうせ聞いてくれへんや。うん。ほんなもん、あの、う、嘘ね <laughs> 嘘ね決め込んだら、みたいな感じで、無視してますね。あなたの声を。うん。だから分からなくなるんですよ。だって今まで散々言ったよって言ってきてますよ。あなたに。うん。こうしたい。私はあなた、うちなるあなたね。う,ん、うちかのいつも言ってる、だから大人心、子供心、大人心が頭で、 子供心が心やとしますね。分かりやすく説明するためにこう言ってますけど。だからいつも心からね、こういう感情が湧いてくるんですよ。私はこうしたいからこうして。私はこう発することしかできへんから。大人の頭のあなたが、決めて行動してくれないと叶えられへんからして。っていつもオーダーだしてたのに、あなたはそれを無視してきた過去はありませんかね。うん。それで拗ねてます。うちっ回のあなたが。で、拗ねると、 あの、物事って展開してないストーリーが動かないんですよ。あなたの人生の。うん。ね。主導権握ってんのって実は、その頭じゃなくて心やったりするんですよね。<laughs> そうそうそう。頭のあなたの方が主導権握ってて大人で全部決めれるように見えるんだけど、これ二人が話噛み合わない、噛み合わないと物語進まないんですよ。必要な人と出会わないし、必要な出来事起こんないんですよ。そうそう。だから、 そこをちゃんと、あのね、説得するいうかね、謝るいうか、うん、ごめんと、うん、今までごめんってしてください、自分に。自分はその、自分もね、必死やってんと、うん、頭でちゃんと自分が幸せになるっていう、同じような目的地、ゴールを目指して私たちね、生きていきたいやんって。でも、どっかで、うん、安排取ったかもしれんなってリスクヘッジで、 安全の方を選んだかもしれへんけど、それはもう私も幸せになりたくて必死でそうしてんって。そっちのが危険で、で、とかね。うん。だからそれはほんまごめん。これからはあなたの言うこともちゃんと聞いていくし、二人で二人三脚でね、自分の物語作っていきたいから、ちゃんと聞かせてっていうことを自分にね、しっかりね、こう、謝らなあかんと思います。うん。自分にです。うん。今までそうやって、ええかげなことしてごめんなー言うて。 そしてピクってちょっとまぶた動きますよ。うんなんか聞いてくれるようになったのかなみたいな感じで。うん。そうそうそう。だん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 ね。これね、嘘ね、決め込んでんすよ、これ。だから。うちかあなた。でも起きてんすよ。ほんま。あなたの態度が変わってきたのを感じたら、ほんじゃあちょっと言うとしてもらっていいみたいになってくるんで。だん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 ね、言ってきますよ、また。 こう、こうだってあなたこういうときこう、こうじゃなくてこうしてよ。私こうして、こういきたいんよ。みたいな。うん。そう。その本音をちゃんと聞く。紳士的に。うん。受け止める。紳士的に受け止める。うん。あ、そうか。じゃあ、これいきなり100%叶えられへんかもしれへんけど、ちょっと会議しようと。うん。ベストな選択、今できる範囲の中で、そのあなたのね、うなる声、子供の声を、 現実にね、実現していくためには何が必要か何をするべきかうん。それは、あの、あなたが歩み寄って聞いてあげて、作戦立ててというかね、それを実験、あの、実行できるように、ちゃんと工夫するとかしていかないと、うん。ずーっとあなたらしく生きれないってことになります。そう。あなたじゃないあなたを生きることになっちゃうんですよね。嘘のあなたなんか。うん。いや、ほんまはこうしたらでそうせえへんのっていうことをずーっと繰り返していったら、 もうね、う、い、うまくいかない人生。うん。そう。絶対にうまくいかないです。はい。うまくいかないようになってくれます。そういうメッセージとか出来事起こって、そうじゃないでしょっていうのを教えてくれます。そうそうそう。そこに気づいてって言われてます。そう。意外な、こう、ちょっと現状のテーマ出ましたよ。ちょっと僕そんなん出ると思ってなかったんで。はい。それ。 あなたがお金なんか仕事なんか恋愛なんか結婚な,なんか他のことなんか健康的なことなんか悩んでることがあったとしたらなんかあなたが自分の内なる声を無視したりないがしろにしてきた過去があるからそこで拗ねてて物事は展開しないことになってるみたいですどうやらだからしっかり聞いてあげてください内なる声をどうしたいのって それが常識外れ的なことを言ってくる場合が多々あると思うんですけど、それを、ほらーって言うんじゃなくて、じゃあそれをどうしていこうかなって、できるとこからやっていって、うん、現実にしていこうって、していかないと、うん。そう、自分、ある種ちょっと自分いじめみたいなことやっちゃってる方が多い感じがしました。今度のこちょっと結構ね、現状でこんな言うの、結構初めてかな、なんか分からへんけど。 結構ね、普段と違うような感じになりましたと思ったんですけど。はい。ぜひね、あの、参考になさってください。こんなメッセージ出たんで。では、そこは分かったということなんで、次、6月に起きるかもしれない大天気、見ていきましょう。これも全部整地直してますよ。バンドの7番へー。全然違うのが出ます。ヒア r e a n ほうほう。マジックプレイヤー。 これもちょいちょいよく出るね。カード出ました。大天気何が来るのか。うん。ああ、これやっぱりね、扉がまた出てきたでしょ、これ、ここでも。うん。でももう、もう一度開いてないんですよね、扉が。うん。こうめちゃめちゃさっきの話の続きになるけど、から外側の扉あなた開けれるんですけど、やっぱ内側の扉はやっぱり、こう、心、子供心のあなたじゃないと開けれないんで、あなたはそご待たされる感じがしますね、それを。 待たされるというか、あなたが待たすことをしちゃってるって感じがするんですよね、自分に対してね。うん。だから、開けてもらう。うん、なんかね、でもね、これね、ハートが描かれてて、やっぱ子供が上乗ってるでしょう。うん。機嫌悪く見えないんですよね、この子供。 だんだん機嫌が治ってきて、子供の心のあなたがね、うちなる声のあなたが機嫌が良くなってきて、で、もうすぐ開けてあげようかなっていう気持ちになってくれてるみたいです。うん。これこれ開いたらどうなるかっていうと、なんか大天気が訪れるとかじゃなくて、うん、ようやくこう、あなたと和解するよって。うん、うん。そう、和解、和解してくれるっていう大天気が来ます。まず。 6月に起こる大天気そう。うちなる子供心のあなたと外側というか頭ね、頭のあなたっていう大人心のあなたが、大人のあなたが、ちゃんと和解できるよっていう大天気が起きます。これはすごく大きな天気になると思いますよ。そこを和解すると線で生きていくのは全然違うんで、そうそう、そうそう。なんかね、外側僕ね、今回作ったテーマはね、 外側からの出来事結構出るかなって思ったんですよ。こういう、やっぱエンタメのね、占いですし。めちゃめちゃシンクというか、うん、内側からのね、精神的なメッセージ来てるんで、うん、そこをやっぱ整えなあかん時期に来てんちゃいますかね。こんな話をだって僕の口からさせるいうことですし、それを聞くあなたがいるってことなんで、こんなもん必然以外何者でもないんで、そうそうそう。いやー、すごいですねで。そこでやっぱ未来が全然変わってきますよ。 うん。そうそうそう。で、他の天気ももちろん見ていきましょう。他の観点。うん。セブンアンド。これね、なんかね、6月でしょテーマが。これ7じゃないですか。うん。なんか来月。うん。やっぱり7月って感じしましたね。7月に、こう、青々と草木がね、生い茂るっていう感じにちょっと僕捉えたんで、うん。 だからね、その、ここ、和解、心と和解したときに、すごくね、内側からやる気がみなぎってきて、行動を開始するのが7月って感じがしました。うん。いや、6月の大天気ちゃうのって言われても、だからある程度前後もすることもあるし、だからそのね、言うたら、7月にこの、ふさきぼうぼうにするための苗木を植えるっていうことを6月にするって感じかな。うん。だから、 心と和解したときにね、頭だけでは思いつかなかったこととか、蓋してきたことが分かるんですよね。ほんまにやりたかったこととかが。だからその苗木を植えることができるっていう、うん。やりたいことの苗木を植えるっていう大天気が来そうなんですよ。うん。そう。で、それを7月にどんどん育てていく、行動することで大きく発展させていくっていうことを、あなたはしていきそうだから、うん、6月にちゃんと 内なる声と和解することでやりたいことが明確化していく。それ1一個じゃないよって。うん。複数個出てきそうだよって言われてますね。そう,そうそうそう。で、マジックプレイヤー。もうね、なんかね、このカードからパッとなんか知らんよ。僕、こんな風に読まないけど、パッと思いついたんが、なんか素直になってねって。うん、そう。自分に。 他人なんかはごめんなさい。どうでもいいんですよ。どうでもいいって、その、ね、適当にしろって意味じゃなくて、そこじゃなくて、自分、自分に素直になって,って、うん。そうそう。自分に素直になった時に、あなたは本当のあなたを生き出すんだよって。うん。そうそうそう。自分にな、自分を生きてねーってなんか言ってきてますね、なんか。うん。それが、 なんていうのかなこの、物語が動き出す、うん、きっかけになるというか、というか、それができない限り物語が動かないという感じがします。しかもこれ偶然待って、32と32のカード出てるやん。すご。デッキ替えてるのにね、違うデッキでこう32、32、32ってのが出てますよ。うん、でもカウントダウンに見えました、今回だから。3、2、1、0みたいなの。うん、そのカウントダウン、あなたがね、あの、 大転機自分の物語をまたスタートさせるためのこのカウントダウンが始まっていくよその素直になることとか、心を開くとか、和解するとかっていうことが、うん。そうそう。だまだ1、0は出てないんで、そう,そうそうそう。やっぱりね、大転機というテーマとは、ある意味で合ってないかもしれないけど、現状からガーッと流れで読み込んでいって、うん、したときに、ちゃんとね、 その理にかなったというか、ちゃんと辻じつまがある、合う結果になったなぁと思いますよ。うん。一番の方。うん。そう、素直に生きるっていうことを決意するって感じかな。覚悟するというか、受け入れるというか、認めるというか、そういうことが、大きく発展する物語のスタートを切るきっかけっていうなら大転機になるよっていうことが言われてます。へえー、そんな結果でんねやって感じです。僕もやってて。うん。 アドバイス行きましょう。おー、借金の返済。これね、もうだからお金物資的なことやないよ。もう完全。精神的な借金ですよ。今までね、もしもこの現状が全部当たってて言った通りの自分をないがしろにし,たしてきたんやったら、そのないがしろにしてきたっていう借金ですよ、言うたら。それを溜まってるから全部返済していってって。うん、返済するのはどうしたらいいかって聞く。素直に。子供心の声を聞いてあげる。うん、そうそう。 それしか返せない。本当に、うん。今までごめんねって自分に。うん、そうそう。そしたらそれが生産されていくんで、ちゃんと、うん。今までの自分にしたことが生産されていって、あなたはこういうね、慈愛に満ちた。だから紫でそ慈愛とかって意味があったりするんで、愛情、深い愛情とか。うん、そういうのをちょっと感じたんで、紫だらけやんと思って。うん 慈愛に満ちた、本当だから愛のね、なんて言うんかな、使いこなしがうまくなるというか、あの、愛情ってみんな持ってるんだけど、そのね、心と和解するっていうことをすることによって、さらにこう、使える愛情のパーセンテージが増えていくんで、こう広がるんですよ、大きく。なんか大きくなる。うん。愛の器が大きくなるというか、入ってる愛の量をたくさん使えるようになるんですよ。もっと。 そう,そうだから返してねってだからもうあの返してね言うのは今言った通りですねそう心と心にごめんねって言って認めていくことで今まで辛い思いをさせたことをねあの解消していくというかうんそうそうそうそれをしていく、うん、ほんまそ,うそのそのままやと思いますそのアドバイスのメッセージはうん そうそうそう。借金を返済。だからそれはね、物理的なもので、例えば1000万円返していってくださいって言ったら、1ヶ月で無理な人が結構多いと思うんですね。それは収入によってちゃうけどさ、相馬ま吉さんやんとかやったらね、ユニクロの柳さんとかって一瞬で返せられるやろうけど、そういうことやなくて、物理的なお金やったら、なんかこれだけの期間とかって、なんか、計算できちゃうと思うんですけど、心の生産って実は別に時間、 に訳したら、すごい短い,短いスパンでね、パンって返せたりするんですよ。そうそう。だから、これに関しては、うん。なんていうの時間的にこう計算して何ヶ月もかかるっていうことよりも、普通にね、うん。認めてあげるだけで、バンと一気に返せたりするんで、そう。返してあげてください、今までの、この思いを。うん。 自分の内なる思いを認めてあげて、借金生産してね。うん。そう。大きく、大きく羽ばたいていけるようにしていってください。そう。だ今のあなたって、まあ、あなたが何歳か知らない僕より年上の人かもしれないけど、関係なくて自分自身を使いこなすとか、自分自身を理解するってことが、うん。まだまだできてない人なんて、みんなもう5万とおるんで、 そう何,何十億人おるかもしれへんし、めちゃめちゃおるんで、人数ね。うん。一生やっていくことなんですよ、こうやって。うん。一生深めていくんですよ、そうやって自分を。あ、ここ気づかなかったなーっていうこと。うん。で、それを気づいていけばいくほど、だんだん開いていくんで、自分の中が。こう、オープンマインドになったりとかね。そう、自分の新しい能力を気づいたりとか、うん。出会う人の質が上がったりとか、なんかいろいろ変わってくるんで、 要はだから言ってる通りさっき例えで言うと通り物語が進んでいくんですよそう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 いうことを言ってるんですよねそうそうそう,そうはいなので一番の方僕意外でしたこんな答えてるとかええー、結構精神面にねかなり重きを置いたメッセージでしたがいかがだったでしょうかめちゃめちゃこれ大事やし基,基礎基盤基本になるね人生の土台になるねとこやと思うんで ぜひね、当てはまるとこあったら、参考になさってみてくださいね。では、一番の方、以上でございます。役に立ったよって方、もしいらっしゃったらね、高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして、今、チャンネル登録者数5000名を目指してですね、日々動画を投稿していっております。5000名達成した暁には何名かの方にね、個人鑑定を無料でプレゼントするね、キャンペーンやっていきますので、ぜひ、チャンネル登録してお待ちください。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てねまた見ろよなリーンめ水ありがとうございます。<laughs> <laughs> 一人でこんだけね、声質も変えて喋るって、もう、おほ,うほうなる時もありますよね <laughs>。 いや、これ何回やったなぁ。何回やったなぁ。これほんま今回。何回なリーディング。ちょっとカード準備するんでね。全然飛ばしてくださいね。こんなとこね。別に。いや、何回やった。まあもうね、言うて、すごい数撮影してるんで、なんとかなるもんですね <laughs>。ね。うん。 全然分からへんなぁ思いながらやってたんですけど、ね、本当何が言いたいんやろ、このカードは思いながら。あんたこういうことかーってなって、うん。さあ行きましょう。説明していきます。2番を選ばれたこのね、ハーミットっていうカードを選ばれた方のリーディングに入っていきます。 右上の紫のカードでラストにアドバイスを出して、えー、締めていきます。右側のカードで6月に起きるかもしれない大天気。左側のカードで、えー、現状全部聖地に直して出していきましょう。大アルカナまた来た。ジャスティス。これも大アルカナのね、インジャって意味のカードなんで、大アルカナ、大アルカナですね。すごいですね。2枚目のカードはフレキシブル。3枚目のカードがゴーストランドっていう、この年で4枚のカード、選択肢のカードを入れて4枚で見ていきます。なので、 えー、僕は直感で思ったこととかね、現状のこととか、テーマになるようなことを全部ひっくるめてね、いろんな角度からいろんなことを伝えていくんで、よかったら参考にしてみてください。よろしくお願いします。まあね、なんか動きがないテーマがついに並んでますね。なんか半分氷で固まってる時計とか、扉がっつししまってる、えお、ー、っきい扉とか、これも卵の殻自体孵化してないし、 で、動いこうとしてないんですよね。すごい立派な翼はあるけど。うん。やっぱり今はあなた何かこう、動き、動くときじゃなくて、何かを決断したりとかね。うん。作戦を立てるときとか、なんかそういう時期の方がやっぱり2番選ばれてんのかなって思ったんです。よね。何かをもう実行していくとか、何かもう決まっているとか、なんかそういう人じゃない感じがしましたね。 うん、例えば正義のカード、ジャスティス、うん。自分にとっての正解の道ってどっちやろうって今悩んでいたりとかね、うん。で、必要なのが、あのね、柔軟さって言ってきてて、これね、こんなもんで人間のみんなのテーマですよ、はっきり言うて。柔軟な人もおるけどさ、もう 頑固じゃない人って多分僕世の中にほぼいないと思ってて、うん。稀にはいると思うんですけど、ほぼほぼこの頑固ってね、めちゃめちゃ人間の本質的なことで、うん。柔軟、なんていうの頑固はゼロになる人っていんのかなと思うけど、うん。パーセンテージの問題でね、柔軟さと頑固さのパーセンテージの問題になって、絶対に持ってるし、 季節やと思うんですけど、だから常にこうやって、あの、出てくるわけですよ。人生でどこ生きてても、柔軟さっていうことは。すぐにこう、こうしなければいけないっていう思考入るじゃないですか。その時点で頑固なんで、それになるしね、人間ってどんな賢い人でも、ユニクロのナイさんでもなると思うんですよ。で、他のすごい精神面を鍛えてらっしゃる方でも、ね、なると思うんですよね。うん。そうそう。いかにそれならないようにっていう術を、あの、 持ってらっしゃる方がね、なんか、ある種悟りを開いてるって部分でもあるのかなと思うんですけど、だからこのね、なんて言うのかな。あなたが心の中でこうしたいって思っていることと、現実ってやっぱり乖離してるから、夢っていうものが生まれたり、目標ってものが生まれたり、願い願望ってものが生まれてるっていうことがあるじゃないですか。うん。で、いかにその、 自分が幸せになるとか願い叶えるってことをしていくかってことをなんかしたくなるんですよね。うん。で、時に、現実とその未来、自分の行きたいゴール地点に差があると。時に、必要なものがやっぱこのフレキシブルなんですよね。うん。100-0で全部か考えられたら楽なんですよ。うん。いつも言いますけど、僕芸人やってるんで、まあ、芸人の仕事100にして、ライスワークね。今、まあ、バイトとかなんかそういうの 芸人以外の仕事をゼロになることが一つの僕の幸せであるということは言えるんですけど、多くの芸人がそうやと思うんですけどね、そうしたい。万劇入ってる子もね、バイトしながらやってたり、もう不動産屋の社員やりながら万劇入ってるとかね、今そんな子も多いんですけど、若手でね。だからそれをなくしたいんですよね。でもそれをきなにできないんですよ。お笑いの仕事100にして、バイトせんかったら単純に、あの、生活できない。うん。 じゃどうしたらいいかってことをやっぱりバランス取っていくっていう柔軟にバランス取っていくしかないんですよねうんまずはライスワークが今95を占めててお笑いの仕事は5%しかないとかねもう多くがそうだとお前ほとんど仕事がないんじゃないですか若手の芸人なんてねうんそれをだから回にこうまず90にしてこっち10にするかみたいなそこを頑張っていってだ,いだんだんバイトせんでいいようになっていくみたいなを目指すみたいなよくある話じゃないですか そんな感じに、いきなりを1 0 0にできないっていう、そこの課題が絶対生まれるわけですよ、うん。何に関してもそうやと思うんですけど、そこのね、これ天民が描かれてるんで、やっぱりバランスをめっちゃ取ってるでしょ。だからやっぱりそのバランスを取るっていうことで、自分にとっての最適のバランスはどこなのかっていう今、そこを探る、決めるっていうことをが課題になってる人が、 2番選ばれてる方の中に多いだからそこが決まってないから扉も開いてないし、時計もちゃんと回らない状況になっているんだけど、でもね、このね、扉には鍵がいっぱい並べ、これ見えます鍵がね、いっぱいこう、上にほら、描かれてるじゃないですか。鍵はあるんですよ。鍵もあるし、氷は半分溶けている。うん。全く絶望とか発泡塞がいではないんです。何かね、小さなヒントが散りばめられていたりとか、突破口は必ずあるって言われてるんですよね。そう。 必ずある。それを、どれを選んで、鍵やったらこれ、どの鍵を選んで、鍵穴を、に刺していくか、扉を開くことをトライしていくか、うん。いかにこの氷をね、効率、効率よく溶かしていって、針を進めていくか、あなたの物語を進めていくかってことを、ですよね。うん。そこが課題になってるはず。でしょ、正午9番、9番じゃん。おや、11番か。うん。 ごさまさ僕、数字、この英語の数字弱くて、これ11だ。ご、ま、さまさ9はこれですもんね。あ見てから。うん。17、19、9、11のカードか。だから、そこがテーマになってきてるから、そこをクリアしたいんですよ。2番の方。うん。現状、だから柔軟性と、あなたにとっての最適のバランスはどこかってことですよ。うん。 まあ一つは、だから時間の使い方って結構、やっぱ時計が描かれてるんで、時間の使い方って結構大きいと思うんですよね。どういうスケジュールを組むか。うん。あれもこれもやってたら睡眠時間が足りんくなるし、でもここは睡眠時間削ってでもやりたいのか、とか。うん。でもそこを決めないといけないんですよね。うん、うん、そうそう。で、ある程度もうまとまったら、まあ、結局実行していかないと何もこう学べないというか、気づけないというか発展できないというのがあるんで、うん。 ま、その段階に何かいる方かなと思いますけどね。2番の方。うん。そう。そこをちゃんと整えていくっていう感じに見えました。2番の方のテーマみたいなのが見えましたね。ちょっともう天気行きましょうか。うん。お、またこのカード来たか。ではね、6月に起きるかもしれない大天気行きますよ。ハーミットが来るというね。うん。 すごいですよ。ハーミット、ハーミット来るって今度は珍しいなぁ。ゴーザ・ディスタンス。もう、イケイケ言われてますやん。ほぉ。どないやねん、これ。悲しんでもう、打ちひしがれてるやん。どういうことこれ。ではね、行きましょうか。やっぱりねでも、ゴーザ・ディスタンスはもう、イケよ、イケよ、イね。もうね、6月、六月中にね、もう今も含めて6月中には、 もうね、ある程度まとめて、もう実行、行動していこうって言われてますね。うん。そうそう。っていうかもう、そうなっているあなたがな、いるんですよ、6月には。そうそう。これももうね、ハーミット、同じハーミットであっても、これも歩いてますもんね、こっちのハーミット。もう探しに行ってますもん。暗いトンネルの中をこう、明かりを持ってね。 答えを見つけるぞって言って、出口見つけるぞっつって、動き出してるんで、動き出す、いよいよあなたが決断して答えを出して整えて動き出していってるっていう大天気が訪れそうです。うん。やっぱりこのね、この状態からたった1ヶ月っていう短いスパンでめちゃめちゃ大きい出来事が舞い込むよってエキサイティングする結果言えたら僕も嬉しいし、似てる人も喜ぶからそう言いたいんだけど、 リアルな結果が出ますよね、やっぱね。うん。いきなりこの状況からいきなり短いスパンで、めちゃくちゃいいことあるよって、もうめっちゃ忖度リーディングになっちゃうんで、うん。出たまま言うけど、ほんまそうっすね。だから、実行するっていう、動き出せるっていうことが、まず大転機やと思います。大転機の始まりうん。始まりになります、ほんと。うん。そうそうそう。 なんからね、これね、11番と9番でしょやっぱり2こえないつもわからんくなるんですよね、英語の数字って。逆になってるだけやからね。間違う間違う分からへんから、ほんま。11と9。で、このね、これがなんか気になるんだよね。大天気でこう動こうとしてるときにね、やっぱ動かないものがあるってなんだろうと思って。うん。うん、あー、でもそういうことか。 もうね、その中で、ね、しょぼしょぼ、しょぼくれてる自分とは、おさらばするっていう大転機も起こりそうですね。うん。どうせ私なんかには無理でしょ。どうせ私には無理でしょ。もう何歳やし、こういう経験しかないし、とか、こんな才能能力なんてないしっていう、なんかね、やらない理由を並べる、ちょっと情けない自分っていつでもいると思うんですよ。誰の心の中でもね。うん。 それがね、なんかこうブレーキ踏んでくれて安全な状況を作ってくれてるってあるかもしれないんだけど、そこが人生のポイントにおいては邪魔になるというか悪く出る時があると思うんですよね。うん。常にそれは悪い存在であるかとは思わないし、必要やから存在してると思うんですけど、そこを、でもそこに縛られてたら今のあなたは動けないから、そこと一回おさらばする。一回そこは上手に慰めて、 うん。そんなことないぜって。これ見てください。これいつもこのカード出たらちょいちょい言うけど、やっぱりね、気づこうとしてないあなたがいるんですよね。頭上に輝く満点の星に。うん。それに気づこうとしてないあなた。で、下だけ向いて私なんかってこう、卑屈になってるっていう。こういう時って誰でもあると思うんですけど、もうね、気づこうよって。 そんなことないよって、可能性ゼロの人間なんて一人もいないし、何もできない人間、能力、才能一つもない人間なんか一人もいないって絶対に言えるんですけど、これ。はい。絶対に言えます。なんで絶対に言えるか簡単に言うと、僕、子供と関わる仕事、10年以上、うん、やってきたんですけど、その中でね、数で言ったらほんと本当1万人以上は見てきたと思うんですけど、 それがいないんですよ、子供において。可能性ゼロの人とか、能力、才能がなかった子は一人もいなかったんで、僕は見てきた中だけでもね。うん。っていうことは、子供と大人って実は見落としてるけど一緒なんですよ。うん。大人になったら急に可能性が低くなるとか、才能ゼロになるとか、そんなわけないんですよね。ある状態で大人になってるんだけど、自分で勝手に蓋をしていくっていうのは大人の特性としてあるんで、ないんじゃないんですよ。うん。蓋をするっていうだけであって、 あるんですよ。だから一人もそんな能力ないとか可能性ない人なんかいないよって言ってるんですけど、うん、そんなバカなことないんですよ。みんなすごい、逆に言うたらすごいもう持ってるんですよね。うん。それを使う使わない自由だから何も言及しないけど僕からはね。ただあなた今回2番選,選ばれた方に関しては何かね、もっと自分の幸せ掴みたいんでしょうん。願い叶えたいとかなんか目標達成したいとかあるはずなんですよ。で、今度ゴーザーディスタンス出てるんですから。 その時に、自分の可能性を否定してる自分ももちろんね、誰でも救ってそういう奴がいるんですけど、自分の中に誰だってね。それを、ちゃんと説得して、空見上げてみなっていう瞬間が来ますよ、6月。見てってあれ。あんだけのすごいもん持ってんねんねっていうことに、気づける、思い出す、目覚める。 うん、納得する。なんかそういう天気が起こって、あなたはやっぱ動き出します。うん、そうやんなって。このしおれている羽に見えるんですけど、実はあなたこういう羽を持ってるんですよね。ジャスティスのカードのような立派な羽を持ってるんですよ。うん、そうそう。だからあなたは動き出していきます、うん。そういう天気です。そういう大天気が起きます。そうそうそう。ね。 星って言ったでしょ、僕。うん、可能性とか才能のこと。星って手の届く距離にありますこれ。どう見ても届かないですよね。でもあなた飛べるんですよね。そう。飛ぶ、行動することによって、だんだんその星に手が届くようなところまで行くよって、才能を発揮するとか結果を出すっていうところに行けるよって。ただ飛ぶか飛ばんかは自由だけどねってことなんですよね。そう。でもあなたゴーザディスタンスを身を粉にして、 重くそジャンプしてますよね。行ったらーみたいな感じで。うん。動きます。まあこういう動き方かもしんないけど、心はこうやって行ったらいいけど、実際にはこういうね、牛本のように、ゆっくりゆっくりしか現実はね、進歩してないかもしれないけど、進展しないかもしれないけど、確実に出口に向かって進み出します。あなたは。暗闇から抜け出すために。うん。 で、タロットカードの順番ね、9の次10なんですよ。10がね、運命の輪っていうね、タイミング到来とか、チャンス到来とかね、回り出す、人生が動き出すっていうカードなんで、ね、ゴールまでだと少しって感じもするんで、うん、そんな長距離のこと、ところをね、歩いていくとかってことじゃなくて、うん。そこまで長い距離じゃないと思いますよ。次の天気来るまで。うん。大天気のきっかけスタートを6月にしていって、 うん、次にもう運命の輪が回り出すんですから、うん、そんな長いスパンじゃないと思うのでね。5年、10年頑張ってくださいとかっていう話じゃないと思うんで、そうそう、うん。早かったらその数ヶ月とかで動き出すなんか展開が起こる方もいるやろうし、でもそれはまた違うね、未来の話になってくるんで、今回はそれは見えませんがね。うん、僕の予想で言いましたし、うんそれ、その話だったらまた別の動画になってくるんで、うん なんせそんなところを今見ることが大事なんじゃなくて、今あなたが大事な、今ここに出してることをメッセージ見るのが大事なんで言ってるんですよね。そう。そこをちゃんと、そこが整わない限り、そんな次のさらなる飛躍なんか絶対ないんで。絶対ない。うちなる自分が整ってないのに、なるわけがないんで。うん、ここす、すっげえ大事。今日なんか、まだ3番はやってないけど、こういうやっぱりね、 精神の土台作りみたいなのがメッセージが結構でかいんで、多いんで、うん、3番どうなのかわからんけど、うん、めちゃめちゃ大事だと思いますよ、ここ。ここが大天気。だから大天気を起こすための、やっぱり準備期間って感じがしますね。うん。でも動き出すんですけどね、自分で6月にね。うん。アドバイス行きましょうか。おおびっくりした、今。全然知らんないんでね、もちろんね。 ええー、カード来ましたやん。もう大丈夫ですやん。願い事、あなたの願い事は叶いましたの、ね、よ、カードですよ。もうご存知の方も多いかもしれないけど。説明しましょう。叶いましたというね、過去形で出てるんですけど、これどういうことかというと、あなたの願い事はもう聞き入れられてると。うん。そう。なんかお天道様というか、目に見えない存在というか、もうそれは受理されて動いてるから、手続きも進んでるし、あとは、うん、タイムラグがあるんでね、現実化するまでには。 もちろんあなたが行動するとかも大事になってきますよ。うん。そうそうそう。いろんな条件が整ったらもう叶うから、叶うことがもう前提で進んでるから、じゃああなたは動きますよね。動くってこと言われたから、手続き始めてるんですけど、みたいなこと言われてるんで、うん、そうそう。もちろんなんぼね、これ手続き進んでるから言ってあなたが動かない。自分には可能性がなんかないって言ってこんなカードのね、悲しんでるこのカードみたいになっちゃったら、叶うもんも叶わないですよ。 うん、そうそうそう。もうここまでのメッセージ来てんから、もう、叶いに行ってねって言われてるようなもんですよ。あなた。うん。そう。アドバイスも何もないです。もう、パッと決めて、整えて、決めて、動いてって。そしたら叶うからって。うん。そうそうそう。って言われてます。うん。あなたがさ、これね、これあなたですよ、これ。あなたがもうね、これ風って、これ多分ね、種、願いの種を風って吹いてまいたでしょって。うん あなたが巻いたんだよって。うん。あと、それ育てなあかんよって、でも。うん。魔法で、と、隣のトトロのあの深夜の映像みたいな感じでね。トトロがバーって、種を、どんぐり植えたやつがね、バーって大木に育つみたいな、あんなにならないよ、あんな。ファンタジーの話やから。うん。で、朝起きたらただ、根が出てただけになってるじゃないですか。そうそう、現実に戻ってるし。 育てないと、行動するってことをしないと絶対に叶わないから、これは。うん。うん。種はまかれて、土壌に根づいた。うん。あとは育てましょうねってこと言われてます、やっぱり。動きなさい、動きなさい。やりなさい、やりなさい。うん。そう。いやもう後押しするメッセージいきましたね。うん。さあ、動き出していきましょう。ね、叶えていきましょうよ。うん。何のために生きてんねんと思うことありません、生きてて。 今が不幸であれば、不幸を感じていればいるほど思いませんうん。あなた幸せになるためにその思いを味わってるんですよ、今。うん。反発しません私こんなんじゃないよって。こんなん行きたいんじゃないよって思いませんそれあなた幸せになってねってことでそういうことが起きてるんですよね。で幸せになれるってことなんですよ。絶対に。うん。なれるから、なれに行きましょうってことです。うん。そう。自分に対して、こう、 卑屈にならない。そう。かわいそうです。自分自身がそう、卑屈になってしまうと。そう。言ってください。はい。以上が2番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になったらね、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今ね、チャンネル登録者数5000名を目指してね、日々動画投稿させていただいております。5000、え、名、ー、達成した際にはですね、何名かの方に個人鑑定をプレゼント、無料でさせていただきますのでね、ぜひ、 チャンネル登録してお待ちください。では、次回の動画でお会いしましょう。また,た,また見てねー。またみてねーバイナラバイナラピュッピュッピュッバイナラバイナラピュッピュッピューリターンス水を飲めありがとうございます。水をいただきます。ほんとね。いや、今日はだから、ね、精神的なメッセージ結構多いな。まあ、僕そういうことをね、言うこと多いけど、うん。 そこ整ってないのに、だからうまくいかないって知ってるから言うんですよね。うまくいってほしいから。うん。そうそう。だってなんか、根拠なくなんかいいことありますよ、みたいに言っても。うん。その時気持ちいいかもしんないけど、現実変わらないでしょ実際。<laughs> ここだけの話。それ見ても。ほんまになりましたっていう人続出してない感じがするんですよね。うん。だから、ちょっと一味違うね、やり方になってますけど僕の、僕は。 多分、他のリーディングされてる方とはね、他のリーディングされてる方も素晴らしいし、それによってね、心癒されている方とってもいい存在なんだけど、うん、僕は僕でね、僕りのやり方でね、何か幸せになってほしいなと思ってさせていただいておりますが、じゃあ3番の方行きましょう。クイーン・オブ・エアーのカードね、選ばれた方の、D、リーディングに入っていきます。で、この右上のね、カードで、えー、最後にアドバイスを出して締めていきます。右側のカードで、ね、6月に起きるかもしれない大天気、 左側のカードで現状全部整地に直して出していきましょう。え、ワンドのキング。あ、これあ、クイーンか。クイーンとキングのアベックが来ましたね。出来違うけどね。ブレス。インテンションよく出るな、これ。うん。この4枚のカードから現状とかテーマになることとか、まあそっからね、なんか思いついた余談とかね、直感、いろんなことを使って、 あなたに必要なメッセージを届けていきます。よろしくお願いいたします。なんだけど。まあ、エアーがね、ソードを表すんですけど、クイーンとナンセ、キングのアベックが来たって感じで、なんか意味が強いんじゃないでしょうか。で、フクロウもね、こう描かれてますインテンションのカードとこのエアーのカードでね、うん。幸せを表すね、フクロウ。で、なんか精神統一してるような女性が描かれてます。 さあ、現状ですけど、やっぱ全部動きがないね。今回ちょっとね、全部動きがないな。うん。まずはそこをね、見てみたんですけど、でもね、なんか落ち着いてますね、全部ね。うん。落ち着いてる。なんか取り乱したり感情的になってない感じがするんで。うん。今のあなたに対して、なんだろうな、現状とかテーマになること。うん。 なんか種まき終わってる感じがありますね。うん。なんか土台はできたから、あとは、なんやろ、なんかもう、行動あるのみって感じしますけどね。うん、今習ったテーマ。うん。うんうん。もう動いていく時が、もう、やってきているので、まあ、強いて言えば、 まあ、クイーンのエアーからちょっと思うし、インテンションとかもいろんな、全部から思うんだけど、今までの経験値、得てきたもの、知性でもって、う答え出そうとしてるし、うん、やることだね。うん、なんかやることを決めようとしてるんですけど、もそれでいいよって言ってきて,てます。え、うん、えー、え、えってことですけど、うん。それでよくないんかなって言るかと思ったんですけど、僕もね、見ながら。うん。 それでいいよって。うん。あなたの今までの経験で得たものから出てくる答え。うん。それをもとにまた実行していきなさいって。うん。それがテーマになってるって言われてます。うん。だからね、これね、他人が出てきてない感じがするんですよ。他のメンバー。あなた以外の人がなんか出てきてない感じがしてて。フクロウをどう取るかって出てくるとちょっと変わってくるかもしれんけど、フクロウがね、なんからそういうね、 人的な存在に見えなくて。うん。なんかあなたを守ってるね、目に見えない存在ってもしいたら、そっち系のね、なんか存在に見えてね。うん。だから、もう自分の決断したことを信じて、あと行くのみ。うん。そうそう。ら足らないのは実行力みたいな感じに見えるんですよね。テーマだから実行する。うん。 今思ってることをとっとと実行してください。でももちろん失敗したりとか、嫌な思いすることは避けれないよ。そうなの避けようとしてたら、不可能なんで動くことは。うん。動いてくださいって言われてます。もう動け動けっていうふうにしか感じないです。もう。うん。もうこれ以上のなんか、何リスクヘッジであるとか、整いを目指すよりも、もう変わらへんから対して、言ってくれ言ってくれ言ってくれって言われてます。うん。そうそう。 行くときが来たって感じがしますね。動くときが来た、うん。うん。それ以外何も感じない。<laughs> 今回は。今回も何、ね、も、なんか整ってるよ、あなた。うん。整って行くだけやと思うけど。うん。もうこれでメッセージいいかなと僕思うんですけど、見てる人がね、納得してほしいんで、もうちょっとだから追加で弾きますね。あんま、僕追加で、現状でとこに追加とかも引弾かないけど。 新聞に、だから行けばいいんですよ。もう動いてください。何でもいいから。<laughs> めっちゃ飛び出してきた。何でもいいから動いてねってだけのことですね、現状。今のあたって。なんか2枚飛び出してきたんで珍しくこういうの弾いてみますね。まあほら、クイーンの層出てきたでしょ、もうこれ。<laughs> なんなん、もうこれ。うん、行けってことですよ。だから、自分の経験をもとにして。うん。<laughs> あペンタクの6番。なんか、お金とか仕事関係なんですかね、やっぱね。 出るってことはやってくださいやってくださいどんどん、うん、いろんなことに手出してください、うん、いろんなこと1個じゃなくていいので、うん、そうそうそう,そ,うそれがお金になっていく仕事になっていくって新しい稼ぎ方になっていくよとか言われてるんで、うん、大きいことを1個やるというよりも中ぐらいのこと小さいことを複数バン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 やっちゃってください何に関してもいいので、うん、例えばこれだから恋愛結婚でやっても結婚 この条件の人一人見つけて、えー、アタック、アタックとかじゃなくて、もう、こあなんかこの A さん、B さん、C さん、D さん、いいなーって、うん。まずアプローチやーって感じで、ばーって。やっていく絶対精査されるんで、その後。うん。そうそう。絞られていくから、うん。そうそう。もう、特に結婚なんかやなってくるとね、もう、絶対にあこ絞られるんで、うん。 エンド内したうまくね、離れていくんで、うん、そうそうそう。うまく、もう簡単に絞られていくと思います。動けば動くほど、そんなものは。うん。そうそう。動いていってください、どんどん。もうそれしか見えない。うん。現状。もうだからもうクイーンの騒動何回でんねえってことなんで、うん。な、同じこと聞かれてもってことをなんかカードにね、言われてる感じでしたんで、うん。それ以上言うことないよって言っているようなもんだと思ったんで、はい。もう次行きますね。 大天気、6月に起きるかもしれない大天気。もう、キングのペンタム、すごいやコートカード4枚出るこんなえ ?2 シール、7枚中4枚がコートカードよ、これ。えぐい、えぐないこれ。むちゃくちゃ出るやん。お、なんか逆に、逆に落ち込んじゃってるこれ。なになにこれ。ディティールズ、ディティールズ。へえー、いろんなカード出ましたね。これが6月に起きる大天気だと。 うんまあ、ちょっと分かりにくいけど、僕なりに読み取ってみますね。まあ、キングのペンダグルやっぱお金がやっぱり言ってきてるからしつこくね。うん。ああ、やっぱなんかね、稼ぎ方変わるんだな、これ6月でほんなら。うん。あなたが動き出すことによって何か変化、その何か言うのは仕事とかね。うん。お金の稼ぎ方が、 変わってくるとか、あなたがお金に対する価値観の捉え方が変わるとか、使い方が変わるとか、うん。なんかね、お金っていうものをうまく使いこなすとか、使いこなすってことはやっぱり入り方も変わってくるわけなんで、うん。お金使いの巧みさが増すっていうような大転機が起きそうだね。あなたの中で。それは今までの経験値でもっていろんなことを、こう、やっていくから、 そこに気づいていく、目覚めていくんですよ。お金ってこうやったら回ってくるわ、みたいなのを、なんか発見していくというか、うん。お金の王様になっていくんですよね。お金使いの上、お金回しの、言った通りやわ、巧みさが、やっぱり、アップするってことやわ。うん。それが起きそうですよ。大天気。うん。で、今までのお金に対する価値観とか、働き方とか、仕事のやり方、やってる仕事に対してもそうやけど、 それらが合わなくなってくる。違和感を感じ出すってことも起きそう。うん。それがこのカード言ってきてるんですよ、多分。うん。あ、違う。もっと自分に合うところが合う。合うやり方がある。合う、合う使い方がある。うん。合う稼ぎ方があるってことに分かってくるんですよね。うん。っていうかもう今の段階で気づいてる感じがする。ゴーって出てるし。これそのまま見てる人は5月に見てるはずなんで。 今の段階でも気づいてるらず、その違和感が、より、より、濃厚になることによって、明確化していきます、それが。うん。それがあなたにとって大転機になっていくんですね。こういう、キングのペンタクルになっていくんですよ。行くための、なんかね、大転機を促すためのサインとして起こるんですよ。そういう、か、そういう感情が湧いてくるんですよ。うん。<laughs> で、ディティールズ、ディティールズ。うん。これ、どっちとも取れるな、ね、あの、 これは大天気。あでもね、コンパスがちょっと方が盛んな、やっぱり。目的地変わるんか。そういうことか、うん。今までのあなたがきっと自分の未来史、10年後はこうなるだろうって予測していったものがガラッと変わりそうです。そういう大天気が起きそう、うん。だってここは変わるんですもんね。今いるところに違和感が生じてちゃうことしようって思うから。うん いや、ほんまもうちょっとおるつもりやったけどな、それをやってるつもりやったけどな、その価値観で生きてるつもりやったけどな、かゴロッと変わる瞬間があるんですって。この違和感をきっかけに変わっていくと思います。で、ね、じゃあ、前見てた10年後のね、A 地点。ゴールは A 地点だと思ってたとこが、ち全然ちゃうとこになります。B なのか、Z なのか。うん。そういう大転機あ、私もっとこっちに行けるよ、みたいな。な、あ、上がる感じがしますよ。 グレードが、もっと下の方を見てたあ。でももっと上いけんねやってことに気づく、気づけて、そっちに火事切り出すっていう大転機起きそうです。うん。わかりやすいな、さんの方。アドバイス行こう。えー、あ、これなんか欲しいものに手を伸ば,伸ばしなさい。もうわかりやすいなぁ。わかりやすいの出てくれた。うん。だから、 あなたがその欲しいものに素直に手を伸ばしたらそれは掴めるからっていうアドバイスが来てるんで、下げない、うん。自分の叶えたい夢、掴みたい幸せのグレードを下げなくていい。むしろ上げていってもらっていい。うん。それは恋人恋愛関係、結婚の人でも、私やったらこの程度かなって思ってたやつを、いや私もっと上狙えるやんっていうのをそっち狙っていってくださいってことです。うん。 そうそうそう。年収こんぐらいで、こういう感じの人で、何歳ぐらいの人で、かな私やったら、と思ってたやつが、変わる瞬間が来るみたい。いや、私やったらもっといい,いいね。人いけるって。うん。そっちに手を伸ばしなさいって。うん。そういうふうに変わっていくって言われてます。で、一応言っときますけど、だからといってそれが、かなってそれで幸せになるとは限らないですよ。 そこを目指すことで何か天気が起こって、あなたの幸せに向かっていくってことやから、うん。なんかそういうね、好条件なものが全部手に入るってことを言ってるわけじゃないんですよ。そこすっごい大事で、そこ勘違いしたら楽談するから、そう、そこじゃないんですよ。そこに気づいて動き出すことで天気が生まれるってことを言われて、ここを、ここを吐き違えたら全然意味違うんで、あ、そうか、じゃあグレードアップしていいってことはグレードアップしたものが手に入るんだっていうこと、シンプルなそういうことやない。 買ったりするんで、うん。そうなるかもしんないですよ。うん。その未来まではまだ見てないんで分かんないけど、そうならない場合もある。ただ、それはあなたがグレードをアップさせて目指したってことによって天気がゴロゴロって動き出して、結局自分が満足幸せにたどり着くってことを言ってきてるんで、そう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 。そこが大事です。うん。でもね、うん。 全然、そのグレードアップしたものが手に入るってことは、全然可能性としてあるとは思うんで、うん。全然、あの、そこは、なんていうの、100期待す,するというよりも、ある程度期待していっていいと思いますけどね。うん。うん。そうそうそう,そう。いや、わかりやすく出たな、これ3番の方。うん。な、もうなんかあんたの中で整ってるものがあるから、 もうそれをどんどん、あと実行するだけのね、ところにいるよ。どんどん実行してねってこと言われてる現状のあなたがいて、で、それを進めていったら、うん。なん違和感感じるんですよ、今までのことに。うん。そうそう。あれ、今までやってること、今やってることであるとか、今いる場所とか関わってる人がに対して違和感を感じるんですよね。そうそう。で、目的地は変わっていく。 自分のじゃあやりたい方向ってどこやろうって探ったらあ昔考えたことと今まで考えてきたところよりももっとね違う場所やったり上のところを目指し,したいなって気持ちはわかるでそっちに舵を切っていくとこのキングのねペンタクルのような状況に進んでいくって感じですよねお金の使い方とか価値観とか収入の入っていき方とかやる仕事であるとかそういったものがなんかグレードアップしていくというかね変わっていくような大天気に つながっていくよって感じがしました。うん。そうそうそう。いいですね。これだからさっきも言ったけど、お金仕事でも言ったけど、恋人恋愛、結婚関係でも、そうそう。当てはめてもらったらな、っていうふうに思います。うんうんうん。んな感じですね。すごいわかりやすい。3番の方こういうね、僕3番の方のような結果を1番、2番もやろうと思ったんです二番、2番は全然違うね。うん。 全然違うメッセージになってたんで、はい。もし気になった方はね、1番、2番もね、見てみてください。では、以上が3番の方へのメッセージでございました。ちょっとでもね、参考になったよって方は、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今、チャンネル登録者数5000名を目指して、日々ね、動画を投稿していっておりますのでね、5000名達成した際には、何名かの方に個人鑑定無料でプレゼントさせていただきます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。さあ、本日以上です。いかがだったでしょうか まあね、連日僕は毎日ね、5月入ってからずっと撮影をしていっております。このね、今撮ってるやつがね、いつオープン、公開するかちょっとね、えー、曖昧に設定してるんですけど、まあできるだけ5月はね、本当30本、31本ぐらいは、うん、順調にいったらね、撮影しようと思ってますし、6月もね、うん、ガンガン撮影していってね、大量に、あの、動画アップしようと思ってるんで、 またね、ちょっとまあ7月、まちょっと微妙やけど、5月、6月はね、大量に撮影できるんでね。だ7月ぐらいまでは結構、たくさん見れると思うんで。はい。で、夏なったらね、この文章で読める占いもね、再開していく予定でいるので、はい。どんどんアップする内容増えていくしね、はい。そこによ、あの、桜さ,さんとのコラボはちょっと入るかどうかわからへんけれども、うん。なぜね、いろんなことやっていくこと、全然あるので、 ますますね、楽しいコンテンツになっていくんじゃないでしょうか。皆さんぜひ、チャンネル登録してね、ええー、見てやってください。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね、また見ろよなふくバイナルバイナルピューピューピューへいイいへいイいよイよイェイ,ヘイ,ヨイバイミー